北極海が熱いっていう話をします。北極海が熱いっていうのは私の中で流行ってるっていう意味ですね。で、なんで熱くなったかっていうときっかけはこの方です。ドーン、長いですが井上さんという方です。海洋研究開発機構 JAMSTEC っていうところですね。この方ものすごい偉い人なんですけれども、すごくすがるくですねお話を伺っちゃいました。北極海の何を聞いたかっていうと、ドンと北極海で発生発達する低気圧の観測に成功したっていうことなんですね。これまあなんか渦巻き感見ていただけますか。これドップラーレーダーで観測した北極低気圧っていうんですね。なんと井上さんこの中に突っ込んでったわけですね。この中に突っ込んでこの低気圧を観測したということなんです。でもこれ2010年に成功していることなんですけれども、まあ、見た目ねこの渦巻き感からしてかなり発達してるぞと、ここに突っ込むっていうことはですね相当危険なことだっていうのはわかると思います。そんな井上さんどういうふうに観測に成功したかというと、ドーン、これかっこいい船ですね。海洋地球研究船未来って言います。これジャムステックのねホームページで壁紙としてフリーでダウンロードできますんで、ぜひ行ってみてください。でここにねドップラーレーダーとかついてますけれども、こういうね測器が乗っかってる船でですね、ドップラーレーダーなんかで観測したり、あとこういうゾンデ、ラジオゾンデを飛ばしたりして、こう大気の延直方向の構造どうなってるのかなっていうのを観測するんですね。で大気ばっかりぐりぐりね観測してるわけじゃなくてですね、同時になんとこういう海洋の方ですね、海水温とか塩分なんか海の方も同時に観測していると。もう井上さんたちは寝れないぐらい観測してたと言ってます。でも実はこういうね大気の状態だけじゃなくて海も、同時に測ったと、同時に観測したっていうことがすごく大事なんですね。なんでかっていうと、天気っていうのはこういう大気の現象だけ見ててもしょうがない。なんでかっていうと海に接してるわけですね。海にものすごいエネルギー源があるわけなんですけれども、これの影響をものすごく大気は受けてるわけなんですね。海の影響を大気受けるので、これ同時に観測してみないと中身が詳しくわからないぞということなんです。でじゃあどんな環境で北極低気圧が発生発達してんのかなっていうのを詳しく調査してみたところ、こういうふうにですよ、こういうふうに詳しく調査してみたところ、なんと温帯低気圧の構造に激似だったと。温帯低気圧の構造に激似っていうことはどういうことかというと、温帯低気圧っていうのはですね、中緯度帯で、そう、私たちが住んでる日本があるあの中緯度帯でよく見かける、お見かけする低気圧なんです。で温帯低気圧の発達って言ったらですね、何が必要かっていうと、水平方向に温度経度、温度差が必要なんですね。その温度差が大きくなると、わーってなんかバランス悪くて、それを解消しようとして発生するのが温帯低気圧なんです。だから何が必要かというと、温度経度が、温度差が必要なんです。だけど待てよと、中緯度帯はじゃあ温度差が南北に一番大きいとしても、北に行ったら北に行った極側に行けば冷たい空気ばっかりで温度差できないんじゃないかなって思うわけなんですね。じゃあどうやって温度差できてるのかしら。温帯低気圧の発達の源となる水平方向の温度経度、どうやってできたんでしょうっていうのがこちら。なんと海氷域、氷と氷がないところ、肌感冒のところの間でですね、温度経度ができてた、温度差が大きいところができてたということなんです。簡単にね、この図で説明しますと、夏の間太陽を当たってますから、太陽がね、海を温めるわけです。で、温まった海がこの接している大気をこうぐりぐり温めていくわけですね。一方、海氷があるところ、氷で蓋されているところっていうのは氷が大気を冷やしますので、秋になるとですね、ここの間でえらい温度差ができているということになるんですね。あら、温度差がこんなところで大きくなっていた、コントラストが大きくなってたということなんですね。こうやって温度差ができる仕組みっていうのは昔からあったわけではなくて、最近こう問題になってます。温暖化が原因でした。温暖化が原因によってこの海氷がね少なくなっちゃったっていうことがどうやら原因でありそうだ。このコントラスト、温度のコントラストがね大きくなって
低気圧が発生発達しやすい環境がね、なんていうんですかね、整いやすくなっちゃった。だから温暖化が原因だったっていうことなんですね。このようなですね、内容の講座、もう少しまあ試験寄りのね内容もありますけれども、天コロの気象予報士講座の中にはこういう、分かりやすいというか、なるべくね可愛らしい絵も登場させながら、いろいろ説明しておりますので、興味のある方はぜひ、本講座にもいらしてください。